こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中間に日本の潜水艦技術は世界でもトップとばれていますが、静粛性については世界でも右に出る者はいないでしょう。見つからないというコンセプトで使用が決まっています。では、次期潜水艦についていろいろな憶測が飛び交っています。今回は、もう少しだけ詳しく見ていきます。中国は潜水艦は建造できているが、韓国と北朝鮮は動く原子力潜水艦を作れるのかな？近年嫌というほどニュースになっているのが、日本領海内での中国原潜の不審な行動です。年々活動が活発化しているように感じられますね。こちらの出方を伺っているとも思われますが、海上だけでなく、海底での対応についても、中国側が観察しているのではないかと推測されます。海上自衛隊の太平洋潜水艦が進水式を迎えました。するとなんとも、気の早いことですが、この太平洋型潜水艦の次に何が来るのだろうと、すでに様々な憶測が飛んでいます。今回は武器である。新しい魚雷について取り上げたいと思います。海自は、現在、双竜型潜水艦である、東竜の収益を2021年、令和3年に予定していますが、早くも、この次の艦となる SS-29 潜水艦、つまり、3000トン型の潜水艦も、同時進行で建造中なのです。それだけではなく、この 29SS が一番艦である3000トン型潜水艦は 30SS、31SS の3番艦までの建造もスタートしているので、毎年1隻ずつ収益されることになるようです。一番艦の 29SS の艦名はまだ決定していないので、何型と呼ばれるようになるのかについても注目されていますが、2019年平成31年2月21日付、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画についての資料の中には異例とも言える文言がありました。それは 29SS を通常収益予定の潜水艦から試験潜水艦に種別変更する。予定合わせて、これまでの試験潜水艦、朝潮をと交代してその任務に当たることという文言でした。この朝潮は、1997年、平成9年に就役しました。その3年後の2000年に練習潜水艦へ種別変更され、翌2001年から2003年までの期間に、非待機依存推進方式のスターリングエンジンを搭載するために船体を延伸する改修工事を受けました。改修工事終了後、朝潮は、スウェーデンコックムス製のスターリングエンジンをライセンス生産した機関を搭載した上で、それ以後の、そう、竜型潜水艦の10番艦までの試験潜水艦として活躍しました。3000トン型潜水艦は、基本的には、そう、竜型11番艦、王竜、12番艦、東竜の使用に倣う見込みとされ、外観を含めて、
大きな変更はないと推測されます。ですから、この2艦と比較した場合には、基準排水量が50トン増えて、約3000トンになり見込みです。エンジンも同様にリチウムイオン蓄電池、モーターとディーゼルエンジンの3つを備えたものになるようです。といったように、一見して新しい変化は少ないように思える 29SS ですが、試験潜水艦に改修されるときには、機関部の改良や新型魚雷などの並走、自立型無人潜水機 UUV、運搬ネット、アンダーウォーター、ビアクルとの連携など、様々な性能アップが予想されているそうです。特に期待されているのが、放流などで実現したリチウムイオン蓄電池の性能アップと考えられていて、現在以上の小型化と高電圧化が期待されているそうです。また、安全性の面から考えても、兵器である潜水艦にリチウムイオン蓄電池が設置できたことは世界初のことでした。メリットはそれだけでなく、熱に強くて交換がほとんど必要ないとされる、いわばメンテナンス不要の蓄電池となる可能性も期待できるのです。丈夫で安全で長持ちということですから、経済的でもありますね。また、充電時間の短縮なども目指しているそうです。武器について銘すると、新型の18式魚雷を搭載する予定となっています。この18式魚雷は、従来のものよりも浅い水深にも対応できる。魚雷ということですが、これ以外にも敵を探知し追尾して、命中率も向上させ、しかも、ステルス性能も持ち合わせた魚雷の開発も考えられているそうです。29SS の仕様は、今の時点でははっきりしませんが、フォルムを含めて、横流や倒流の特徴を引き継ぐ予定ということです。ということは、艦首に6門の魚雷発射管を設置することになるので、垂直発射型の VLS を設置することはないようです。そう考えると、攻撃力や打撃力も横流、倒流の2艦に準じるだろうと推定されます。韓国やオーストラリアなどの外国製の通常動力型潜水艦とは、戦術が異なる潜水艦と言えるようですね。隣の韓国に目を向けると、現政権が原潜建造を目指しているという情報があります。しかし、技術的な問題があると思われます。というのは、韓国はドイツからの潜水艦技術を導入し、それに乗っかる形で潜水艦を建造した実績しかないのです。つまり、自国の技術のみで作り上げたわけではありません。言い方は悪いのですが、実績のほとんどない国が巨額の費用をかけて当てにならない危ない計画を世界に向けて発信しているとしか感じられません。原子力推進型潜水艦というのは、連続航行距離や時間には、秀でた性能を持っています。その性格を鑑みれば、本来なら、広い領海を持つ日本や、オーストラリアこそ、原潜の導入を検討するべきと思われますが、非核三原則を国是とする。日本はもちろん、オーストラリアも政治的に困難と見られています。
そして、源泉の最大のネックは巨額な建造費でしょう。通常型をはるかにしのぐ建造コストがかかるのですが、お役御免となった源泉の処分にも手間と、巨額の費用がかかります。作るにも、捨てるにも、巨大な金がかかるということで、軍事費不足に悩む。イギリスなどでは、引退した源泉を港に係留したまま、ほっぽり出しているという環境にも、悪影響を与えかねない無責任な、由々しき事態があるという報告も聞いています。日本の立場では、攻撃型潜水艦は、領海防衛のようです。だからこそ、あえて、原子力推進型潜水艦を試行するのではなく、今まで着実に積み上げてきた、通常動力型潜水艦のノウハウとテクノロジーを高めていく方が、確実な進歩が望めると考えられます。といっても、人口減により、各業種で人手不足が叫ばれている昨今、海上自衛隊も例外ではありません。海自の乗組員確保については、今後ますます難しくなっていくことが予想されるので、一部の指摘のように、潜水艦を運航する上での省力化を進めていく以外には、この問題を収めることは厳しいと推測されます。自立型無人潜水機 UUV の開発を進める一方、乗組員の省力化については、効果のある仕組みの作成やシステム構築などのニュースが聞こえることを、海自はもちろん、日本のためにも強く希望するものです。